霊夢さん、今回お話しするモビルスーツなのですが、小生さん独特なデザインだよね。一応グフの系譜になるそうなのですが、しかしグフには似ていない。唯一無二なデザインなので今回取り上げることになったのです。こういうデザインってあまりないからインパクトがあるよね。はい、それでは皆さんゆっくりしていてね。それでは早速今回の機体についてお話ししていきたいと思うのですが、この独特なデザインが印象的なモビルスーツとはガルス J でございます。この機体は武装が独特だよね。そしてそのスペックは当時の機体としては相当高いレベルにあるのですが、その後に出てきたザク3みたいな高性能機のおかげで存在感が薄くなってしまったよね。この時代にはインパクトが強すぎる機体のオンパレードでしたからね。そんなガルス J はネオジオンが地球侵攻用に開発した量産機だね。陸戦機であり、キュージオン軍が作ったグフの流れを組んでいるとされるのですが、宇宙でも問題なく使える量機体だよね。当時キュージオンの技術者たちは地球圏に散らばっていたのですが、彼らがアクシズに合流して開発した機体と言われているね。運用にはズサとの連携を念頭に置いています。だから近接格闘中距離戦闘用にたくさんいろんな武器が用意されているところが面白い機体。たくさんの武器の多くはかなり実験的なものが多いですね。そしてキュージオンの技術者たちが持っていた技術を用いて、そうですね、ガンダリウム合金ムーバブルフレームなど当時連邦軍で主流になっていた技術を取り入れられています。当時の最新スペックを取り入れた量産機、それがガルス J ですね。だからその段階だとかなりの高性能機になるよね。そうですね、性能に加えてその外見が相当独特なものであり、それが本機の一番の特徴と言っても過言ではないのです。全体のシルエットが太くて全体がアンバランスな感じ、独特すぎるシルエットですね。とにかく重装甲モビルスーツといった趣がございます。とにかく頑丈そう。ガルス J は来るべきアクシズの地球侵攻作戦の主力機となるべく開発された MS ですね。それは地球上に配備されているであろう連邦軍の最新型 MS との交戦を前提としていることを意味しており、それらを凌駕する性能を求められていました。この点が、それまでにアクシズが実戦配備していたニュータイプ専用機のキュベレイとか生産性を重視したガザ系 MS との決定的な違いだよね。そして武装そのものが独創性に溢れた機体でもありますね。ズサとセットで運用されることを前提に設計されているよね。さらにフィンガーランチャーが似てるせいもあってか、グフに例えられることも多いようです。肩には固定のミサイルポットが内蔵されていて、左手の指先には先ほども出ましたグフのようなフィンガーランチャーと呼ばれる機銃が内蔵されていますね。そして独特なのがアームパンチ。アームパンチは両腕に仕込まれたもので、手首が伸びることでカンテのような格闘戦が可能なのですが、他の機体には見られないギミック、王の隠し腕のような感じですね。さらにエネルギーガンっていう独自のビームガンを携行しているよね。こちらの武器なのですが、方向の横にミサイルらしいものが収納されるのですが、これをミサイルポットとして解説している資料と、特に何の説明もせず普通にビーム兵器として扱うのみの資料、この二つが存在しているのです。実際のところどうなんだろう。アニメ本編だとビーム兵器として使われているのみなのです。しかしながらゲームではビーム、そしてミサイルとして扱われているものもあったりするので、はっきりと定まっていないようですね。実際アニメ本編だとこれだけのスペックがあるのに際立った活躍が描写されていないんだよね。シャングリラにてマシュマーがテストを兼ねて登場するのが最初ですね。でも、すぐにゼータガンダムに攻撃されて撤退を余儀なくされてしまう。
その時、コクピットワッチが取り付けられていませんでしたので、ハッチを取り付けて再度攻撃に向かいますが、またやられてしまったのです。そういう状況で量産されたんだけど、その後すぐに名機と呼ばれるドライ船が出てきて、印象の薄い機体になってしまったよね。ガルス J の活躍は、ネオジオンが連邦首都を無知制圧し、円滑な交渉により素早く地球上から撤退したために、戦場にて扱われた期間が短いですね。だから、あまり目立っていないと。その上、これより後では、地球上で大規模な MS 戦が発生していないので、正確な評価を与えにくいモビルスーツなのです。もっと戦いが長くなっていたら、活躍の場面が多くあったのかもしれないよね。そうですね。そして、逆に言えば、MS の汎用性の大幅な向上が進んだ中で、このような地上戦に特化した MS が目立たなくなってしまったということが言えるのだと思います。ある意味、一年戦争以降の MS 戦術体系の変化に取り残されたアクシズであったからこそ開発できた機体だったのかもしれませんね。時代に取り残されてしまった機体、それがガルス J。しかしながら、後年このガルス J は再び戦場に帰ってきます。時代はガンダム UC。ガルス J の方戦仕様となって登場してきます。武装と肩アーマーの形状とか、あとカラーが変わった点だね。あと、独自性があった武器である、アームパンチと5連装フィンガーランチャーや、連装ミサイルポットが外されてしまっています。その代わりに、ビームキャノンを装備しているよね。そうですね、こちらは、ガゾームのハイパーナックルバスターと同じビームキャノンですね。このガルス J は、ジオン残党軍が使用し、トリントン基地攻撃にて使用されたよね。特に小説版では、その高い火力を活かして、経由中のラー・カイラムの機関部に甚大な損害を与えました。開発された初期の頃よりも活躍している。ただ、最後は損傷していたギラ・ズールをかばっている時に、ジェスタの集中攻撃を受け続けて撃破されてしまったのです。初期でも活躍の描写がほぼなく、後年では活躍しつつも、最後は味方をかばって歴史に散ってしまった悲しき機体、それがガルス J。はい、今回はガルス J についてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあれば、コメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方は、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。